らの違いを理解せよ。はあ。てか本当にアニメ化すんのか。生徒会の一存だぞ。アニメというよりドラマ CD で十分という声は大きいわね。密林さんの書評はトノカンも同じだとか、相変わらず話は進んでないとか。自虐ネタやめ。とにかくこれは壁王学園生徒会の世界戦略の第一歩。メディアミックスを展開すればお小遣いアップも夢じゃないわ。お小遣いって、それにはメディアの違いを理解した展開が必要なの。アニメはアニメなりの見せ方をした方がいいと。それって原作クラッシュ。アレンジ。だいたい部屋の中だけで成立してるアニメなんて今時日曜夕方にしか生息してないわ。はいはい、映像化といえばやっぱアクションだろ。そうだ、7つ集めると何でも願いが叶う。はい。あの、やっぱりこれからの作品は女性に受けることが大切だと思うんです。なので杉咲先輩の他にもう一人男性キャラを登場させて、許されない二人のフォーリンラブの様子を。でこれ誰。東池袋近辺じゃ大人気ですよ。黒い執事さんに続く大ヒット御礼ですよ。それよりまずアニメのタイトル決めた方がいいんじゃない。え、生徒会の一存だろう。それは最初の巻だけでしょ。壁王学園生徒会議事録とも書いてありますが。長すぎるわね。生徒会の一存、略して生存。じゃあさ、ひらがなにしようよ。そんで真ん中に星とか。星か。じゃあついでに星が入った玉を7つ集める話に。エボリューション。そっちは口にするだ。仕方ない。じゃあいっそのこと新しいタイトルを。憂鬱ってどう書くんだっけ。書いちゃダメ。書いとけばみんな見てくれるよ。犯罪です。で何してんすか。何事も最初が肝心。やれることはやっとかねえとな。というわけで生徒会の一存、さあ始めるざますよ。行くでダンス。ふんがー。まともに始めなさいよ。二週の意味でヤバくないですか。迷いながらときめいた記憶は儚くて消えないで。ふわりふわり空からあなたにだけ教えたいよ。優しい風に乗せた思いをずっとずっと聞きたい。つまらないんじゃないの。あなたがつまらない人間になったのよ。はあ。世の中なんてそんなに大きく変わるもんじゃないわ。小学校に入って初めてランドセル背負った時に、嬉しかった時と大して変わってない。世の中つまらないのは初めてほど楽しいことはない。初めての恋愛、初めての親友、初めての成功、初めての美少女系。優しくしてね。だからこの生徒会も新しい何かを。じゃあ童貞も悪くないってことですか。今の私の言葉からどうしてそんな返しが来るわけ。うん、甘いですね会長。俺の美少女ゲーム脳は基本まずそっちに直結します。あれ、おかしいな。攻略ルートに入ったはずなんだが。杉崎、少し
士は副会長としての自覚を持ってって言ってるでしょ。自覚ならありますよ。この生徒会が俺のハーレムっていう。分かった、まずそっちの自覚捨てることから始めて。あ、キー君、あんまり赤ちゃんいじめちゃダメよ。千鶴、やだな、いじめてなんかいませんよ。ただ恥ずかしめてるだけで。余計悪いわ。はい、どうぞ。読書ですか？それより俺との愛を育みましょうよ、千鶴さん。え、ああそうね。相変わらず手強い。しかしこういうクールキャラこそ惚れたら激しいに違いない。ん、試してみる。ミス。遅くなりました。あ、まふゆちゃん、これ新しいやつでしょ。あ、わかります、昨日買ったんです。かわいいね、まふゆちゃんと一緒で。こらケン、私の前で妹を口説くな。まあ嫉妬するな。皆つもちゃんと魅力的だから。嫉妬じゃねえよ。じゃあ全員揃ったところで始めますか。俺のハーレム。ハーレムじゃなくて生徒会。というわけで今日の議題は生徒会の新しい活動方針についてよ。そもそも既存の生徒会というのは。また面倒くさそうな。昨日もこの話しませんでしたっけ。キー君が止めるわよ。会長。な、何を。好きです。やばい。あ、ほら、大丈夫ですか。杉崎はどうして早計白に告白できるのよ。本気だからです。嘘だ。今は日暮らしより海猫かと。だいたい杉崎のどこに本気があるっていうのよ。この生徒会に初めて来た時のセリフ覚えてる。何でしたっけ。俺に構わず先に行けでしたっけ。初っ端からどんな状況よ。あれ、じゃあただの人間には興味ありません、宇宙人、未来人、ちょ、いろんな意味でっていうか何の話。俺が初めてここに来た時の話でしょ。好きです、超好きです。みんな付き合って、絶対幸せにしてみせるから。覚えててくれたんですね。逆の意味でね。会って早々誰でもいいから付き合えなんて堂々と宣言する人間がどこにいるのよ。失礼な、誰でもいいわけじゃありません。美少女以外興味ありません。可愛いなら誰でもいいってことでしょ。一途なんです、美少女に。くくりが大きい。希少種ですよ美少女。そういう問題じゃなく、複数の女の子に告白してる時点で誠実じゃないの。フラフラしてる主人公より良くないですか。最初からこう、俺はハーレムエンドを目指すって方が。残念ながら杉崎はモテモテ主人公じゃないの。じゃあ何です。主人公の親友のギャグ要員、春の腹と書いて杉崎よ。丘の先と書いて杉崎でしょ。一文字合ってるし。断じて違う。生徒会の活動方針について話し合います。まだ諦めてない。もう結構な時間ですけど。会長すぐ話が脱線するからな。杉崎に言われたくない。赤ちゃんは今までの生徒会と違う何か新しいことをしたいのよね。それよ。新しいことか。だいたい生徒会って組織自体が何をメインにやってんのかよくわからねえからな。なかなか難しいですよね。こういう時は何をやるかじゃなく、やってみたいことを考えるのがいいんじゃないかしら。あ、そうかも。太りますよ。大丈夫、私太りにくいから。胸と背も発達しにくいですがね。うるさい。あらあら、先週より体脂肪 2% アップしてるわよ赤ちゃん。ちなみに身長は1年前から変わらずと。いつの間に。安心してください会長、もしもらい手がなくなったら。杉崎、仕事に生きればいい。リアルアドバイス。俺影から応援しますから。匿名でブログに励ましのコメント入れますから。影なんだ、匿名なんだ、太ったら見捨てられるんだ。
だから太っちゃダメです。太っちゃダメです。私なんてどうぞ。ずるいわよ。キー君ばっかり赤ちゃんで遊んで。すみません、あまりに可愛いんで。体重なんて関係ないっていつも言ってんのにな。困ったとこが可愛いっていうのよくわかるけど。まあ、まあ、会長やば、萌えが。会長くん全部食うか。欲望に素直になった人間は美しいものですね。丸々と太った赤ちゃんに、こんなそれとか。会議。あ、我に返った。そうよ、これじゃいつもと一緒でお菓子食べてだべってるだけじゃない。それの何が悪いんですか。俺のハーレム的にはオッケーですよ。ハーレムじゃなくて生徒会。じゃあこういうのはどうだ。今年の生徒会は新たな方針として有料枠を廃止する。すべて元凶はこいつなんだよ。剣がいなくなればまともな会議もできるって。みなつだって会議めんどくさがってたくせに。そうね、それいいかも。はあ、ケツを取ります。有料枠廃止に賛成の人。主作というわけで杉崎あんたクビ、ゲットアウト。まだ1話つうか有料枠なんてもの自体がそもそも間違いだったんだよ。何を言う、有料枠は生徒会に与えられた正当な権利。まあね、生徒の人気投票で選ばれた4人の他に学年末試験で1位だった生徒1人が有料枠として翌年の生徒会に参加できる。システムは理解できますけどね。でもこんなのが1位になるなんて学校側も考えてなかったでしょ。こんなのとは何ですか。自分以外全員美少女のコミュニティに入るべく努力に努力を重ねて最下位だった成績を1位にまで上げたんです。どうです、すごいでしょ。確かにすごいはすごいんだけど、言いようのないがっかり感があるのはなぜだ。まるで新ハード初期にありがちなスペックだけ使い切ったゲームソフトのようです。あのやっぱり杉崎はクビでいいよ。生徒会に悪影響しか与えないもん。確かに生徒会の全員をメロメロにしちゃったのは悪かったと思ってますが、誰一人なってないよ。その新鮮な驚きは何。そんな、まだ会長しか落ちてなかったなんて。私も落ちてないよ。キー君、あ、私は別にあなたのこと嫌いじゃないけど、もうちょっと誠実に立ち回った方が女の子としても好感が持てると思うけど。確かに千鶴さんの意見にも一理あります。しかしどう繕ってもこれが俺ですから。この欲望に満ちた姿が本当の俺ですから。芯から腐りきってるなお前。落ちたぞ。これから生徒会のメンバーも同じように俺の魔の手に落ちていくのさ。魔の手とか自分で言い始めちゃいましたね。あんまり出れないと速やかに下道系展開にシフトすることも。すがすがしいほどにクズだ。ああ安心しろ、そうならないためにもきちんと一人ずつ段階を踏んで攻略していくから。誰も望んでねえ。そうさな、まずは攻略しやすい真冬ちゃんを皮切りに、会長、みなつ、そして千鶴さんと徐々に難度を上げていき、5周目にやっと訪れるトゥルーハーレムエンド。私が千鶴さんより攻略しやすいと思われてるのが軽く尺だぞ。真冬は最初なんですか。私が2番目ってどういうことよ。え、だって会長、すでに俺のことが気になり始めてる段階でしょ。え、俺が他の女の子と歩いていたら不機嫌になるくらいの位置でしょ。ね、杉崎を一番ひどいバッドエンドに送りたい。でもどうしてハーレムエンドにこだわるの。ハッピーエンドなら他にもあるじゃない。決まってるじゃないですか、ハーレムエンドはいつも全員が幸せなんです。だから俺は美少女ハーレムを作る。やっぱクビにしようぜ。そうだね。そのリアクション変でしょ、おかしいでしょ。小説では好きよそういうのとかスタンスは悪くないとかみんな好感度アップなセリフを言ってたはず。言ったでしょ、メディアの違いを理解せよ。だからアニメ化は嫌だって言ったのに。いじけちゃいましたね。おーい入るぞ。あ、もう俺を笑うがいいさ、ののしるがいいさ。
マギル先生。なんすかこれ。生徒会の新しい活動よ。桜野が何かやりがいのある仕事くれと言うんでな。何、各クラブから出た備品の申請書に合わせて注文通りきちんと納入されているか、また使って危険がないか確認するだけのことだ。んじゃ、しょうがないわね。みなつとまふえちゃんは備品の確認、赤ちゃんは確認の取れたものから承認のハンコをして。任せて。本当にやるんすか。なんか文句ある。つまんないっすよ、そんな生徒会みたいなこと。ここは俺のハーレム。ああごめん、悪いけど今それどころじゃないから。ちつにー、申請番号は589、卓球部のカラーボール、オッケーオッケー。はい、承認。空を飛ぶ夏翼、オッケーオッケー。はい、承認と。893から900まで問題なし。承認承認承認。56から63まで問題ないです。はい、承認承認承認。承認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 。承認ペタンコ。人の身体的特徴を揶揄するなんて最低野郎のすることよ。まったく、男子はこれだから。なに、そのちょっとうざいクラスメート女子みたいな反応。よしよし、大丈夫、私がいるから。しずるなんて嫌いだ。ごめんキー君、私も若干面倒になってきたかも。まあ、真冬ちゃん、備品の確認終わった？別の仕事があったのでそっちを先にやろうかと。何の仕事？攻略ウィキ更新。真冬にしかできない仕事です。誰かがやるよ。そういう考えが攻略法を求める多くのプレイヤーを苦しめるのですよ。そんなの苦しめとけば。先輩がそんな人だったなんて。真冬は真冬の書いた攻略で誰かが救われるなら自分の仕事さえおろそかにしてしまう女の子なのです。例えて言うなら、死にかけている魔物に癒しの力を使って自分は倒れてしまう的イベントと同質です。違うと思う。おーい、みなつ、あれ、ったくあいつもサボってんのか。うん、わあ、殺されるあっち行け。演劇部から申請があったんでちょっと試着してるだけだ。ああ、俺の嫁。18歳にはまだ1年ほど足りないから神という形にはならない。話を聞け。試してるだけだって言ってんだろ。ああ、やはりツンデレは王道が。出れてねえだろ。ちょっと露出が多いけど許容範囲ね。しずるさん。おい、ずっと待っていました。あら、じゃあその気持ちに嘘がないか証明してくれる。いただきます。おめえは一応主人公だろうが。はい、じゃあ、あれ、本が320番が2枚あります。697番どうなってる。保留。あの、446番が見当たらないんですけど。446番、俺が手伝うことはないですよね。あった、呪術研究会五寸釘と人形。呪うのかよ。キャッカ。赤ちゃん、こっちのも急がないと。もう手痛い。ダメよ、引き受けちゃったんでしょ。わかってるもん。765番検温部カスタネット OK。 承認。それ別の書類よ。ああどうしよう。
した？ふざけてバカなのが悪いんだよ。でもちょっと厳しかったかもね。いいんじゃない、これで生徒会の仕事もはかどるし。ただいま戻りました。各部と学校に交渉して書類を一気にまとめてきました。あとは会長、ハンコお願いします。ペタンコ終わった。さあお菓子でも並べましょうか。そしていつものように俺との愛の語らいを。語らった覚えはねえよ。杉崎どうして？あ、なんていうか、みんながしかめ面して働いてるのは何か違うような気がして。だってここは俺のハーレムスから。生徒会。あ、下校時刻。これからなのに。じゃあ、うん、本日の生徒会終了。はあ、結局いつもと同じ生徒会か。赤ちゃんは今の生徒会の雰囲気嫌い？え、別にそんなんじゃ。私は好き。私もだぜ。真冬もです。新しい活動を模索するのも大切だけど、生徒会のあったかさがなくなっちゃったら寂しいな。あったかさ？あ、嘘ついたんだ。全員でやった方が早いのに。最初にここに来た時言っちゃいましたからね。好きです、幸せにしてみせるって。ん、これん気づかれてたな。お前が一人でやっちまうつもりだって。あ、うん、うまかったぞ。私立碧桜学園生徒会、そこでは毎日つまらない人間たちが楽しい会話を繰り広げている。あんなこととかこんなこととかできたらいいのにな。だからドラマ CD で十分って言ったでしょ。いきなり敗北宣言。次回は赤ちゃんの話ですって。あらあら、赤ちゃんにも一応人権はあるのにね。私何かやらされるの？詳しく知りたい人はアで検索。どうぞ。